富さんの同志社行ってみたいと思います。富さん、今日の長文は長い第1問目でございます。で、本日扱う長文も第11段落までございます。で、皆さんご存知かと思いますが、まず2つ大きく分けてですね、内容1問題とその他の問題で、今日はですね、内容1問題に関してですね、まあ、ちょっと先生解いてるのを見てみたいですと、というリクエストがありましたので、それに答えたいと思います。で、皆さん、青色で書きましたが、内容1問題以外の問題はすでに配信済みでございますので、そちらも参考なさってくださいね。で、リクエストいただいた方の気持ちをちょっと考えるとですね、皆さん、一つの段落の中に内容一致問題とそれ以外の問題が混ざってるんですよね。ですから、矢田先生だったらどうやって解くんですかというところは皆さん本音かと思いますので、もし私が受験生だったらというところで行ってみたいと思います。つまり解いていく順番ですね。で、もし私が受験生であれば、一つの段落の中に内容一致とそれ以外の問題が融合されておりますので、これを全部片付けながら行くとですね、ちょっと頭の中が混乱しそうなので、まずは第一段落を一読で、そのタイミングで内容一致以外の説問をまず解きます。そしてそれが終われば第二段落を通読で、その後やっぱり内容一致以外の説問ですね、それを解くことに専念いたします。で、そんな感じでさ、最終段落、まあ今回は第11段落ですが、で、そこまで到達すると話の流れが皆さん一回わかりますよね。で、もちろんこの段階ではまだ内容一致解いてませんからね、このその他の説問に集中で、内容一致を残した段階でもう一回第1段落に戻ります。で、そうすると皆さん、この段階で皆さん一回読んでおりますので、もう一回読むときはめっちゃ早く読めそうですね。で、読み終えた段階で内容一致、まあ今日は8本選択肢があるんですが、まず選択肢の1番が解けるかどうか、このタイミングで考えると。そしてそれが終われば第2段落。それを通読した後、皆さん内容一致の選択肢2番。これを検討すると。そういう感じで皆さん丁寧にやっていくとですね、ミスはかなり防げるかと思いますので、こういう感じがおすすめです。たぶんさん、これも人によってちょっとバラバラかと思いますので、これは皆さん強制してるわけじゃないですからね。ですから解き方、解く順番がまだ決まっていない方、今日を参考にちょっと皆さん自分でですね、いろいろ試行錯誤していただけるとよろしいかと思います。で、本日の動画はこのあたりになりますからね。ですから画面に皆さん、このその他の問題ちょっと見えてくるんですが、それは完全に無視して、この内容一問題に専念していただけるとよろしいかと思います。ということで一緒に頑張りましょう。すいません、まず第一段落でございます。で、皆さん、注釈は5つついてますからね。で、皆さん、選択肢1番。で、皆さん、選択肢は全部で8個あるんですが、皆さん、本文の内容と合致するもの。それは皆さん、3つ選べという指示が出ております。で、皆さん、今から読んでいただくこの第一段落。この段階で皆さん、選択肢の1番が検討できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、これはもう文末で一発ですよね。皆さん、ウイルス。で、皆さん、本文どこを読んでいただいてもウイルスの話はないので、選択肢の1番は×ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、次の段落でございます。注釈を意識しながら、選択肢の2番。これが合ってるか間違ってるかですね。検討をお願いします。すみません、これはコンフィデント。自信があるとは書いてなさそうですね。皆さん、どっちかっていうと、このあたりでわかりますね。もし皆さん、段落の一番最後に、look like。うにゃいなのように見えた。そうです。何々のように見えるとしか言ってないわけですから、自信たっぷりに断定しているというわけではなさそうですね。ですから選択肢の2番は×ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。今度は選択肢の3番ですね。合ってるか間違ってるか検討をお願いします。サミさん、これは文頭、皆さん、新陳代謝の割合。と書いてあるんですが、皆さん、特にその新陳代謝の話はまだ出てきていませんよね。ですから一旦保留ということで、次の段落に行きます。で、皆さん、次の段落でございます。先ほどの選択肢の3番。こちらの検討をお願いします。で、皆さん、先ほどと同じように皆さん、新陳代謝の話が皆さん、まだ出なさそうですよね。ですから次の段落へ行きますね。で、皆さん、次の段落でございます。選択肢の3番の検討をお願いします。サミさん、新陳代謝の話がようやく出てきましたよね。で、その割合が高い。皆さん、今度は本当に文末の方ですね。この how fast。つまり、どれほど早く燃焼するのか。ということから考えると、皆さん、確かに割合高そうですね。サミさん、これ選択肢の後半はちょっとまだ出てこないので、次の段落へ行きますね。すみません、次の段落でございます。選択肢3番の検討をお願いします。すみません、新陳代謝の割合が高いという話は、このあたりでも判断できそうですね。特に皆さん、ファーストがイタリック体で強調されております。
ですから早くカロリーを燃焼するんですね。タメさん、やっぱり選択肢の3番の中盤から後半、このあたりはまだ判断できないので次の段落に行きますね。すみません、続いての段落でございます。選択肢の3番の検討をお願いします。皆さん、やっとこそ皆さん答え出そうですね。この四角括弧でくくったところをご覧ください。まず皆さん、ビューフォートベア。で、それ皆さん食べなくちゃいけませんよ。で、大人のアザラシを食べなくちゃいけないんですね。で、3日ごとに。で、健康的な体重を維持するために。ですから、健康的な体重を維持できるかどうかは、ちゃんと大人のアザラシ、それが食べれるかどうかにかかっているということですね。ですから、次の文章中にも皆さん言い換えられております。皆さん、アザラシ捕まえることができるかどうかにかかっていると。それはエネルギーの需要を満たすために。で、皆さん、そういう話がまず中盤、このあたりですね。健康的な体重を維持できるかどうか。それを皆さん、消費をちゃんと維持できるかどうかにかかっていると。で、何をっていうと、皆さん、十分なカロリーですよね。で、皆さん、その十分なカロリーが、皆さん、この3日おきのアザラシ。ですから、選択肢の3番は正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、同じ段落で選択肢4番も検討できるかと思いますので、こちらもお願いいたします。すみません、根拠は先ほどと同じとこでいけそうですね。ビーフォートベアは食べなくちゃいけないと。で、3日おきに皆さん、大人のアザラシ。で、それが選択肢4番のこの前半と合致しますよね。で、皆さん、本文、この一番最後。健康的な体重を維持するため。で、それが選択肢の後半、こちらに合致。よって選択肢4番も正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。選択肢5番の検討をお願いします。さあ、ポーラーベアーズとアダープレダーズ、これの比較です。これ段落の一番先頭に書いてますよね。見ての通り、ホッキョクグマの方が新陳代謝の割合が高い。ですから選択肢5番と全く反対ですよね。ですから5番は×ということでよろしいかと思います。では、次の段落でございます。選択肢6番の検討をお願いします。すみません、このあたりが皆さんヒントになってそうですよね。特に皆さん、9頭のクマ。で、その9頭さえ観察できれば、皆さんこれですね。括弧とした調査結果。それが出た様子が伺えます。ですので、選択肢の6番。9頭のクマだけでは不十分。というわけではないですよね。ですが、選択肢の6番は×ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。まずは第10段落を読んでいただいた後、こちら選択肢の7番、検討をお願いします。それでは本文、このあたりでいけそうですね。1970年代と1980年代。もちろんこの同志社の問題は2019年の段階でございますので、少なくともこの選択肢の30年以上前の話とぴったりですよね。で、皆さん、そこで皆さん、ホッキョクグマの観察ができております。ですから、選択肢の7番は正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて選択肢の8番でございます。これは第11段落、最終段落でございますが、ここを一読していただいた後、検討をお願いします。すみません、これ本部のこの辺りでいけそうですよね。新しいものは何も提供しておりませんと。ですから、選択肢のこの辺り。これだと新しいデータを提供しておりますと。そういう話になっちゃいますよね。ですから本文と言ってることが正反対でございますので、8番は×ということでよろしいかと思います。